2015年3月4日、韓国国民日報は、台湾鉄路管理局が来年新たに導入する新車両を韓国メーカーが落札したことについて報じた日本メディアの記事を紹介し、日本メディアが嫌韓感情を煽っていると批判した。日本メディアは、台湾連合晩報などの記事を引用し、台湾鉄路管理局がディーゼル式の牽引車24両を新たに導入するため2014年に公開入札した結果、韓国メーカーが落札した。しかし現在運行している韓国製の通勤通学用の列車 EMU500 型と600型は故障の頻発やアフターサービスの悪さに悩んでいる。台湾鉄路管理局の関係者は、韓国製を導入することになって頭が痛いと話しているなどと報じた。この報道について国民日報は、情報元の台湾連合晩報ではなく、その情報を引用して伝えた日本メディアに批判の矛先を向けており、日本のメディアが名前もわからない台湾鉄路管理局員の話を利用し、韓国製列車に対する不信感を煽っているなどと伝えている。この問題に韓国のネットユーザーは以下のようなコメントを寄せている。ヒュンダイ車の話かと思った。日本人は嘘をつかないね。愛国心を捨てて現実を見よう。正直韓国で列車に乗るのは怖い。小さい事故が多すぎる。全て正しいことを言っている。それでも韓国製品は日本製や中国製よりも品質が良いと自負しているが、名誉毀損で訴えるべきだ。台湾と中国はレベルが低い。日本人は韓国を批判するのにお忙しい。日本人は韓国がうまくいくことが気に入らないんだろう。韓国製というとプレミアム製品として扱われるし、韓国の国旗が描いてあるだけでその製品の価格が跳ね上がる。適当なことを言うな。